3分でわかる。久保田美優。どうも唐揚げ大佐です。この動画では、バシッと3分で、久保田美優さんを紹介していくぞ。久保田美優、1995年1月31日生まれ、血液型 A 型、身長156センチ。所属事務所、81プロデュース、ABEX ピクチャーズ、ラブライブ、虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会のメンバー、かつ、アイリスのメンバーでもある。そんな彼女の生い立ちを見ていこう。1995年1月31日、埼玉県秩父市に生まれる。幼少期は、自然と戯れる元気いっぱいな子供だった。ポケモンや、お邪魔女ドレミなどの、子供向けアニメは好きであったが、小学6年生の時、友人の影響を受け、春日や、軽音など、深夜アニメに興味を持ち始める。高校は、地元の工業高校に進学。自分でアニメやゲームのプログラミングをしてみたかったから、とのこと。ちなみに、この頃の夢は、アニメイトの店員らしい。だが、ジャンプフェスタでの、沢城みゆきの生アフレコに衝撃を受け、声優を目指す。が、ご両親曰く、実力だけでなく運も大事、自分でチャンスを掴んでほしい、ということで、養成所には通わせてもらえなかった。だが、2012年、高校3年の春、アニソンボーカルオーディションに応募し、合格。本人としては合格すると思っておらず、卒業したら留学しようと思っていたので、記念受験、といった感じだった。その後、合格者が6人であることを知り、よくわからないまま合宿、レッスンの日々に突入。7月にはアイドルグループ、アイリスとしてデビュー、11月にはファーストシングル、カラーを発売。しかし1年にはイベントに13人しか集まらなかったり、ビラ配りをするなど、大苦戦した。2013年には高校を卒業、理系大学に進学。4月には、ハイオレニャルコさんダブルのモブ役で、念願の声優デビューを果たす。この年、ニコニコチャンネル声優パラダイス TV にて、徳井空と共演、空丸先輩と慕うようになる。また、イベントでミューズと共演することも多く、ここで可愛がってもらったことが未来に繋がっていく。2014年には、プリパラの、北条ソフィーを演じ、初のメインキャラを担当。プリパラはメインキャラ意識をアイリスが担当しており、ここから一転構成。セカンドライブは、900人の会場が一瞬で完売。2016年3月には、声優アワード歌唱賞を受賞。さらに11月には、日本武道館にて単独ライブを行うなど、アイリスは映画を極めた。2017年には、徳井空原作のアニメ、負けるな悪の軍団が放送。ゲストナレーターを務め、さらに、番宣ニコ生では、空丸との仲の良さを見せつけた。そして、運命の時が訪れる。ラブライブ、虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会、朝霞仮面役に決定。すでに5年ほどアイリスとして活躍しており、フレッシュさが求められるラブライブの合格は難しいと考えていた。それでも、予期してもらったミューズの存在や、時が経つほど難しくなっていく、といったことから、オーディションを受ける。合格後も、イメージが出来上がっている自分を、ファンはどう思うだろうかと不安になった、と語っている。だが楽に、みんなのお姉さんというイメージで、キャラクターとうまくリンクしていく。秋には、単独イベント、ワンワン王国2017秋を開催。工業高校で資格を取った、フォークリフト、アーク溶接を披露。2018年には、キラッとプリちゃんにて、メインキャラ、萌えゲームを、アイリスとして担当。さらに、実はデビュー前からの目標であった、写真ちゃんドロップキックに、メデューサ役で出演。11月には虹ガクとして、ときめきランナーズを発売、スターライトを歌唱した。2019年1月には、アニメ、グリムノーツにて、メインキャラ、チェインの声を担当。さらに、お肉好きということで、バースディバーベキューイベント、ワンワン王国2019冬、姫様とご会食を開催。さらに3月には、初肉冠番組、ナイスプーミーという、演獣がスタート。12月には、虹ガクのファーストライブ、ウィズユー開催。同月、写真集、ミユを発売。2020年1月には、ラブライブフェスに参戦。念願の、ミューズと同じ舞台に立つ。10月には、アニメ版、虹ヶ崎が放送。2021年は、自身の誕生日イブから、カウントダウン配信イベントを実施。4月からは、アイリスが5人になって初のライブ、シックスライブツアー2021が、その合間には、虹ヶ崎のサードライブが開催。9月には、虹ヶ崎内ユニット、ダイバーディーバのファンミで、村上夏美との一ぴったりの掛け合いを披露。さらに、10月30日にはトークイベント久保田美優がやってくる。11月には、アイリス、9th アニバーサリーライブが予定されている。今後も、2022年にデビュー10周年を控える久保田美優に、ぜひ注目していただきたい。といったところで、幸運を自ら掴み取った、久保田美優のご紹介でした。ご視聴ありがとうございました。